それではシステム100 m のシーケンスをスタートさせています。でこのシステム100 m のシーケンスを動かしているクロック信号、こいつを、ジュノ6のアルペジオクロックインにつなげてますので、これ状態でアルペジオをオンにして、まあなんか弾いてやると、シーケンスの方にシンクしてこういう風にジュノ6が鳴るわけですね。もうこの場合はアルペジオは外部クロックにシンクしちゃってますから、このレートを上げようが下げようがテンポには変わりないと、完全にシンクしてるわけですね。これ今手離すと音は消えちゃいますけど、ホールドをオンにして弾いてやると手離してもアルペジオが続くと。アルペジオのモードとかレンジをいろいろいじってやるといろいろと遊べるわけですね。で今オクターブの音しか鳴らさないようにして、これでシステム100 m の転調してやったりすると、まあどのキーにも合うような音にしとくと、転調してもうまくいくということですね。まあ転調させながら弾き替えていってもいいんですけど、というふうにですね、結構いろいろ遊べます。